こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。これをやめればうまくいく。成功しにくい人の特徴7000。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。質問をいただきました。学長は日々たくさんの人からの質問に答えていますが、成功する人に共通する特徴はありますかもしくは成功しない人の特徴を教えてほしいです。もしあるなら自分の行動に取り入れて活かしたいです。 こういう質問いただきましたんで答えていきたいと思います。結論から言います。成功しにくい人の特徴はあります。少なくとも必勝法はなくても失敗法はあるかなぁと。成功しにくい人の特徴は次の通りです。1、大事じゃないところに注力する。2、盲信する。3、素直じゃない、社に構える。4、前提が揃わない。5、何かを保証してもらいたがる。6、適正なリスクが取れない。7、すぐやらない、行動しない。この7つですね。 もしかすると今日の動画の内容を聞いて、それ私のことかもとか、あの人のことかなって思うかもしれません。でも今日の動画は誰かを責めたり、失敗した人をバカにするための動画ではないですし、もちろん皆さんにダメ出しするための動画でもありません。もし自分に当てはまってるかもしれないなって思ったら、いい部分は取り入れて、明日からの選択を変えていってもらえたらなと思います。それでは解説行きましょう。成功しにくい人の特徴一つ目、大事じゃないところに注力する。これですね。これは本当によくあります。 いろんな質問とか相談を受けてて、注力したり心配するのはそこじゃないって感じることも少なくありません。例えばこんな人です。1円でも損しないように行動する人。契約は大切なんですけど、ポイントはここを使ってこうやってこうすれば100円お得なんですよとかって実際は時間をかけまくっているみたいな。自分の時間はただではありません。同じ時間を他のことに使えば、今、そして未来に得られたものもあります。特に自分が楽しんでできているんだったらいいんですけど、苦しくなってては意味がありません。 倹約に限らず、物事は80点も取れたら十分です。100点を目指すのは、自分が一番得意なところ、効果が高いところだけにしましょう。時間は有限ですからね。それから、絶対失敗しないようにする人、こういう人ももったいないですね。最速で失敗をすることが、最速で成功するコツです。失敗をしないことが大切なのではなく、致命傷を負わないこと、それから同じ失敗を繰り返さないように改善することが大切なんですね。失敗しないことが大切なのではありません。 それから自分が苦手なことをやろうとする人、この人ももったいないですね。人は万能ではありません。苦手なことは得意な人や機械に任せてしまえばいいです。例えば家事は家電や家事代行さんに任せたり、家計簿が苦手なら得意な人に任せたり、僕はデザインが苦手なので、デザイン関係の仕事は人に任せています。苦手なことは人に任せて、空いた時間で自分の得意を磨きましょう。その方がきっとみんなトータルで幸せになれるはずです。それと謎のこだわりを持っている人、こういう人ももったいないですね。 例えば A さん、ネット系銀行、証券は信用できません。なので私は現金派です。とか B さんは Gmail はアメリカ企業なので自分の情報が盗み見されないか心配です。とか C さんは私は10年間大手キャリアを続けてきました。だから格安しむにはしません。とかそれは個人の自由なんですけど、その分貴重な時間や生産性を失ってしまいます。現金で置いておく方が危険だし、個人情報を気にして便利なサービスを使わないのも筋が悪いです。 そもそも Google みたいな大企業は質問者さん個人の情報なんて興味がありません。ちょっと失礼ですけどね。成果が出やすい人は、ここは40点取れたら十分だなとか、ここは80点取るのが効率いいって言った感じで、力の入れどこが上手ですね。実績と信頼は大切にしつつ、新しくてもいいものは柔軟に取り入れていきます。また、苦手を人に任せるのも上手です。もちろん、何でもかんでも効率化、生産性だけを考えたらいいわけじゃないんですけど、この辺のバランス感覚がいい人は成果を出しやすい印象です。 成功しにくい人の特徴二つ目、盲信する。これですね。学長がこう言ってるからこれが正解だとか、何々さんがこう言ってるから安心だ、みんな何々さんが言う通りにすればいいみたいな感じで、誰かを盲信するのは人生のバランスが悪いです。考えなくていいので楽なんですけどね。自分の信頼している人が全てにおいて万能ではないし、信頼している人も間違うことがあれば、仮にどれだけ優秀なコーチでも自分には合わないこともあるんですね。相手は神様ではなく人間ですからね。 僕は裸のマッチョライオンですが、誰かを盲信する人は、あいつ、学長と違うことを言ってる間違ってるぞ論破してやろうって他人を攻撃してしまったり、何々さんの言う通りにあったのにうまくいかなかった何々さんひどいってうまくいかない時に原因を他人のせいにしてしまいがちです。SNS でもたまに見かけるんですけど、誰かに信頼を寄せることと盲信することは違います。どんな人が言ったことであれ、最後は自分の頭で考える。これが大切ですね。 成功しにくい人の特徴3つ目、素直じゃない、社に構える。これですね。先ほど、盲信するのはダメだよ、危険だよって話をしたんですが、では何でもかんでも疑えばいいかっていうと、そうでもありません。人が何かを話したりしてくれた時に、何かこの人騙そうとしてるんじゃないかとか、きっと裏があるに違いない、こういう社に構えたものの見方をすると、いい人や人の行為、いわゆる運が離れていってしまいます。こちらの動画も参考にしてください。意外にやりがち。 目の前にある幸運をスルーする人の特徴5000。この動画ですね。例えば実際にいただく声なんですが、僕が何かを話した時に、学長は不動産オンだからみんなに賃貸に住めって言うんですよね。自分が得するからとか、学長おすすめの商品やサービスって全て企業案件ですよね。いくらもらってるんですかとか、学長は再生回数を稼ぎたいから保険いらないなんて言うんですよね。とか、情弱を増やしたいから初心者向け講座をやってるんでしょとか、 アフィリエイトでお金が欲しいから、投資をやれなんて言うんでしょとか、書籍の印税もらってないなんて嘘でしょ何か裏があるんでしょみたいな感じで、まあ、いろんな声をいただくときあるんですけど、結論ありきで物を見るのは簡単です。結論ありきで見れば、すべての出来事がそのように見えるからですね。この辺について、テレビ番組、水曜日のダウンタウン、松本人志、ロシアのスパイ説っていう回が非常に秀逸なので、参考にしてほしいなと思います。 全て番組内でこじつけられたネタなんですが、見ようとすれば、何でもかんでもデマや都市伝説に引っ張ることだってできる。それをわかりやすく解説してくれてますね。もちろん、その人がなぜそれを話すのか、それぞれの事情があって、ポジショントークが含まれてるんだな。このぐらいの温度感はいいと思います。でも、何でもかんでも、騙そうとしているとか、裏があるに違いない。こう考えるのはもったいないなって感じます。人に限らず、物事でもそうですね。固定費削減なんて苦しくなるだけだよとか、 副業なんてうまくいくわけがないとか、投資なんて絶対に損をする。こういう結論ありきだと、人の脳はうまくいかない理由を探し出します。個人的に成功する人の温度感は、この人の言ってること好きだな。信頼できそう。まずはこの人の言う通りにやってみよう。もちろん、最後は自分の頭で考えるし、お金を取られそうになったり、変なことを言い出したら、その時は自分で距離を置けばいい。一旦やってみて、合わないなら元に戻せばいいや。このぐらいの温度感の人は成功しやすいイメージですね。 成功しにくい人の特徴、を四つ目。前提が揃わない。これですね。長らく情報発信をしていると、言っていないことを聞き取る。書いていないことを読み取る方がいます。もはやホラーじゃないかなって思うときあるんですけど、よくあるリベダイに対しての誤解として、お金を使うな。一切使うな。とにかく貯めろ。保険は一切不要。とにかく車は持つな。マイホームと賃貸マイホーム買うやつなんてバカだよ。とにかく投資をすれば儲かる。 リベダイってこういう主張ですよねって言われたりすることもあるんですけど、どれも言ったことはありません。リベダイはこう伝えています。満足度を下げずに支出を下げるのが大切だよ。そのために優先順位の低い欲望は切り捨てよう。大きな固定費から見直そう。通信費、保険、車、家。大きな固定費を見直すだけで80点は取れます。100点を目指す必要はありません。保険は確率小、損失代に備えるもの。必要最小限にしよう。 公的保険をベースに、公的保険では備えられないレアケースには民間保険を使いましょう。具体的には、かけ捨て生命保険、子供がいる家庭のみですね。それから自動車保険、対人、対物のみ、車両保険は生活防衛資金があればいりません。それと火災保険ですね。保険は保険、貯蓄は貯蓄、投資は投資、混ぜるな危険、こう言ってるんですね。それから、車はやっぱり高コスト。都心部に住んでるなら公共交通機関を考えよう。車がないと困る地域なら乗らざるを得ないですよね。でも、 車が移動手段なのか、趣味、贅沢品なのかは認識しておいた方がいいよと。移動手段に重きを置くなら中古でもいいよねと。趣味、贅沢品として買うならそれ自体悪くないんだけど、その認識は持っておこうねと。移動手段のために必要だからっていう理由ですごく豪華なものを買う必要はないから、そこはちゃんと切り分けて自分で認識しておこうねってことですね。マイホームと賃貸、どちらがいいか。お金の話に限って言えば、資産価値の高い家を買えるなら買った方がお得。 資産価値の高い家を買えないなら賃貸の方が無難。こう言ってるんですね。マイホームは人生で最も大きい買い物の一つなので、想定外のことが起きた時に備えられるようにしておくべきです。また、純資産がマイナスにならないようにしましょう。そういうふうに伝えてるんですね。そして、毎月家賃を払うならマイホームの方がお得ですよね。その分自分のものになりますよねってよくある質問に対しては、家賃分で家が買えるというそう単純な話ではありません。こちらの動画参考にしてください。 超お得。住宅ローンに関するよくある質問20に全てお答えします。賃貸と持ち家、どちらがお得この動画ですね。それから投資についてはリベダイはこう伝えています。投資は手段の一つだよ。投資にはリスクがあるよ。リスク許容度を守ろうね。自分の目的に応じた手段を選ぼうっていうことを伝えてきました。その上でリベダイのおすすめは、インデックス投資と後輩投株投資、この二刀流です。それから、とにかくドケ地に節約って思われがちのリベダイなんですが、そうではありません。 お金は使ってなんぼ。心の豊かさのためには浪費も必要だよ。浪費にこそ人生の豊かさありって、こう伝えてるんですね。趣味や自分が幸せになれるお金の使い方は内容は何であれとてもいいと思います。自分や家族のために使えるお金を増やせるようにどうすればいいか考えてみましょう。こんな感じで伝えてるんですね。先ほどの誤解と似ているようで全然違いますよね。僕が切り抜きを許可していない理由の一つがまさにこれです。 特にお金に関する話題は前提を揃えないと視聴者の人に損をさせてしまうことがあるからですね。それから感情と数字を一旦分けて考えられない人も成果が出にくい印象です。感情に引っ張られて建設的な話がしづらいからですね。マイホームは大きな支出だからよく考えてねって動画で言うと、 広い家に住みたいよ。子供をのびのび育てたい。賃貸じゃ不安。自由度が低い。って言って、すごくね、話の途中で怒られる方もいるんですけど、わかる。わかるから、一旦ちょっとその話は待ってっていう感じですね。例えば、子供がいる片働き世帯で、夫が仕事に出ている場合って動画で言うと、主婦が女性だと決めつけないでほしいです。 女性が働いて男性が専業主婦の場合だってありますって怒られる方とかいらっしゃるんですけど、わかるわかってます分かってますから一旦落ち着いてって感じになるんですね。今はその話はしてませんっていうね。一例で挙げただけですから。また、大きな視点、マクロの話をしている時に小さな視点、ミクロの話をしてくる方も建設的な話がしづらいですね。保険は確率症、損失代に備えるものだよって動画で言うと、 私の場合は入ってて得しましたみたいな感じで言って来られるんですけど、損得で言えば多くの人が損をします。その中でたまたま自身が得をしただけなんですね。というより、保険の目的から考えたら本来損してもいい前提のはずです。保険の目的から考えると、かけ捨て保険でいいんですね。保険に入った理由が得しましたでは目的が変わってしまっています。お金を増やすなら投資ですね。他にも銀行や証券の窓口はぼったくりファンド売られるから手数料の低いネット証券がおすすめだよって動画で言うと、 私の親は銀行員なんです。私の親はぼったくりビジネスってことですかって怒られたりするんですけど、それはもう気分を悪くしてごめんねと。ただ、あなたの親の話をしてるわけじゃないんですよ。全体の話をしてるだけなんですよ。そういうことですね。それから、車は大きなコストがかかるから、公共交通機関を使おうってう動画で言うと、うちは公共交通機関がバスで2時間に1本しかないんだ。田舎を舐めてるのかって言われたりするんですけど、あくまで大きな視点をベースに、ケースバイケースでカスタマイズしようねって話をしてるだけなんですね。 こんな感じで感情に引っ張られる方は建設的な話がしづらいですね。逆に成果が出やすい人というのは一旦自分の常識を横に置いて相手の話を聞きつつ今回のテーマの範囲をきちんと絞って数字と感情を分けて一旦整理してその後自分に合わせて調整していく。こんな温度感の人が多いですね。成功しにくい人の特徴を5つ目。何かを保証してもらいたがる。これですね。僕が何々にチャレンジしてみよう。行動していこうっていうと必ずこういうことを言う人がいます。 それをやれば必ず成果が出ますかやったからって必ず成果が出るわけじゃないですよね確実に儲かりますか損しませんか仕入れて売れなかったらどうするんですかこんな感じですね。リベダイではお金に困らない、豊かな生活を送るためにお金にまつわる5つの力を身につけようって話をしています。貯める力、稼ぐ力、増やす力、守る力、使う力ですね。で、たくさんの人を見る中で特に皆さんが苦手そうなのが稼ぐ力ですね。 貯める力はやれば必ず一定の成果が得られる一方で、稼ぐ力はやったから必ずこれだけの成果、報酬が得られるといった類のものではありません。ここで言う稼ぐ力とは、アルバイトといった時間の切り売りではなく、主に事業所得のことですね。会社員として働いていると、何時間働いたから何円もらえるとか、これをすればいくら給料が増えるとか、そういった発想になっちゃいがちです。でも、本来報酬というのは、顧客、クライアントに対してどれだけ付加価値を出せたかで決まります。 何時間働いても付加価値を出せなければ報酬はもらえないし、短い時間でも付加価値を出せていれば高い報酬がもらえます。で、その過程で先に商品やサービスをお試しで体験してもらったり、スキルを磨くために自己投資にお金を使ったり、最初はうまくいかずに時間をたくさん使ってしまったり、痛みを伴うこともあるんですね。というか、稼ぐ過程では確実に痛みを伴うんですね。でそんな時に陥りがちなのが、何々を保証してくれるんだったらやります。この発想ですね。 でも、これは成功から遠ざかる発想です。なぜなら、10万円出すから15万円のリターンを保証してほしいとか、自己投資に5万円使うから確実に10万円稼げるような方法を教えてほしいとか、何時間使えば確実に稼げるようになる方法を教えてほしい、損しないように保証してほしい。こういうことを言う方いらっしゃるんですけど、そんなことをしてくれる人やサービスは世の中にありません。無リスク資産はノーリスク、ノーリターンです。でも、そんな保証されてない中でも、リスクを取らずしてリターンはありません。 ノーペイン、ノーゲイン、痛みなくして利益なしですね。こちらの動画参考にしてください。子供でも楽しめる金持ちになりたい人が絶対に聞くべき小話魔法のザクロ。それから金持ちになりたい人が絶対に聞くべき小話何パーセント %3 人の乗客。二択問題、あなたが賢い狐か愚かな狐かがわかるタルムードの小話。この辺が参考になると思います。どこまで行っても他人に自分の人生を保証してもらうことはできません。 もしも誰かがあなたの人生保証するよ、こうすれば私が面倒を見るよ、そんな風に言っていたとしても誰も保証はしてくれないんです。それは会社に勤めていたとしても同じです。会社は皆さんの人生の責任を取ってくれるわけではありません。成果を出しやすい人はそもそも他人に保証を求めるなんて無理。自分はリスクを取らずにリターンだけ求めるなんてズうしい話。会社に勤めていてもそもそも生きているだけでリスクはある。現状を変えたいなら適正なリスクを取っていく。自分の人生は自分で切り開いていく。 こういうバランス感の人ですね。こういう人、周りから見ても応援したくなりますよね。成功しにくい人の特徴、6つ目。適正なリスクが取れない。これですね。リスク、リターンの幅と確率。最大リスクと最大リターン。この辺を考えられない人ですね。例えばこんな例です。学長は格安 SIM に変えろうって言うけどさ、もし格安 SIM に変えて何かトラブルがあったらどうするのこういう質問は、リスクの幅と確率を考えられてない人に多い質問ですね。 この質問に対する答えは、リスクの幅と確率を考えればいいのかなと思います。最大リスクは、電波が若干悪くなるとか、1日程度繋がらないかもしれないとか、こんな感じですよね。そして最大リターンは、今と同じ満足感で月5000円程度固定費が下がる。うまくいく確率は、多くの人が無事に使えているし、おおむね大丈夫だろう。もしうまくいかなかった時の B 案は、元の通信キャリアに戻せばまた問題なく使える。その際、手数料として数千円かかる程度。 こんな感じで幅と確率を考えると決断がしやすくなりますよね。他の事例も見てみましょう。転職ってリスクがありますよね。こうおっしゃる方いるんですけど、転職はリスクがあるけど、転職活動はノーリスクです。最大リスクは転職活動に使った時間が無駄になる。このぐらいですよね。そして最大リターンは自分の市場価値が上がる。そして今より良い,い条件の会社があれば年収がすぐにアップする。この最大リスク、最大リターンの確率ははっきりとはわからないけど、後出しじゃんけんでいいのでノーリスク。 うまくいかなかった時の B 案は条件が良くないなら転職しなければいい。転職活動の時間は無駄にしたとしても自分の市場価値がわかるので OK。仮に転職して職場に馴染めなかった等であればまた転職するなり考えればいい。一社ではなく違う候補も探しておく。こうすることでリスクヘッジすることもできますよね。副業でうまくいかなかったらどうするんですかこれに対する回答はスモールスタートすればいいです。例えばブログをやるとして最大リスクはブログに当てる時間、それと数万円程度を失う。 ブログの1年間のサーバー費用やデザイン代などですね。そして最大リターンは月5万円の副業収入になり得る。さらにうまくいけば本業を超える収入を手に入れることだってできる。ライティングやマーケティングスキルを手に入れることができる。副業を始めることで会社とは違う社会資本、仲間も持てる。そうなる確率はわからないけど初心者から初めて成功してる事例も少なくない。うまくいかなかった時の B 案は失敗しても会社員としての収入が減るわけではない。時間は使ったけど代わりに別のスキルも身につく。 ブログは合わなくても、そこで培ったスキルを活かして別の副業に活かせる。ブログではうまくいかなかったんだけど、そこで培ったスキルを活かして別の事業でうまくいった例も多数報告を受けています。それからライブなんかでもよくある質問なんですけど、リベシティってどんなことができますかこれに対する回答は入ってみてから考えたらいいです。まさにこれ最大リスクと最大リターンなんですけど、最大リスクはないですよね。初月無料でクレジットカード入力もありませんから、合わないならやめたらいいだけです。 そして最大リターンはリベ大性同士でコミュニケーションが取れる。資産を増やすための有益な情報を得られる。お金にまつわる5つの力を鍛えることができる。こんな感じですねで。そうなる確率は分からないけど最悪損はしないですね。うまくいかなかった時の B 案はやめればいいし、怪しいライオンが何か売り出したら離れればいい。個人情報を入れるわけでもないので心配ないですよね。こんな感じで成果を出しやすい人は完璧に数字で出すことはできずとも最大リスク、最大リターンの幅、それが起きる確率、 うまくいかなかった時の B 案。これらをバランスよく考えて適正なリスクを取っていってますね。成功しにくい人の特徴7つ目。すぐやらない。行動しない。これですね。結局、これです。行動ですよ、皆さん。何を言っても行動しなければ未来は変わりません。格安事務に変えようと思ってるんだけど、まだ言ってないんだよね。保険の見直ししないとな。しないとな。使ってないサブスクや事務の解約、面倒でやってないや。証券講座の解説か。まだしてないな。 そろそろしないとな。副業、始めようとは思ってるんだけどね。思ってるんだけど。これでは何も変わりませんよね。同様に、永遠に準備し続ける人も成果が出にくいです。ある意味先ほどの思ってるだけの方よりは行動してるんですけどね。プールサイドで泳ぎ方の本を10冊読むより、実際プールに飛び込んでみた方が早いです。下調べはそこそこに、実際に体験しましょう。それが何よりの勉強になります。僕の周りの成果を出している人に、こんな人がいます。友人の A 君。 ゲーム配信 YouTuber をやってるんですけど、りょうさん最近視聴者減ってるんですよねっていうので僕がショート動画流行ってるから始めてみたら新しい人に知ってもらうのにいいと思うよっていうとやりますってもう即日スタートですね。一人で家にこもって配信してるんで人との交流が欲しいんですよねっていうのでじゃあこっちに引っ越してきたら友達もたくさんいるし交流する機会も増えると思うよっていうと引っ越します今日内見行きますって即日行動。関東から関西に引っ越してくるみたいですね。美容師イケメン太郎くん りょうさん、奨学金とカーローン、どっち先に返済した方がいいんですかねっていうか、投資より借金は先に返した方がいいんですよねで、これに対して、金利が高いものから先に返した方がいいでって言うと、もうそれを聞いてからすぐに全額返済ですね。太郎くんはいつもすぐに行動するところがすごいところの一つですね。それと、リベダイスタッフ B さん、偶然オフ会で出会って話を聞いた翌日、りょうさん、私、会社辞めるって言ってきました。 固定費の見直しはすでにリベダイ動画で全部やりましたし、生活防衛資金はある程度ありますし、生活コストも低くて大丈夫なので、最悪うまくいかなくても何かしら仕事はありますし、自由に向けてチャレンジしますって感じで、僕もびっくりの行動力です。今はリベダイの動画編集スタッフとして活躍してくれています。今の3人の例は極端かもしれませんが、成果を出しやすい人は結局すぐにやります。先延ばしせずにです。極端なぐらいすぐやる人の方が結果は出やすいですね。 もちろん、適正なリスクを取る。そして B 案は用意しながらです。そして今日、今すぐやり出した人から早く未来が変わっていきますね。まとめいきましょう。今日の動画では成功しにくい人の特徴7選について紹介しました。1つ目、大事じゃないところに注力する。2つ目、盲信する。3つ目、素直じゃない、社に構える。4つ目、前提が揃わない。5つ目、何かを保証してもらいたがる。6つ目、適正なリスクが取れない。7つ目、すぐやらない、行動しない。この7つですね。 もし皆さんがどれかに当てはまってるなぁと感じたら今日の動画を参考に明日からの行動を変えていってもらえたらなと思います。以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなぁと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お金が貯まるし向法を身につけるためにリベダイの書籍がおすすめです。オンラインコミュニティリベシティも運営しています。お金にまつわる5つの力を鍛える場ですね。リベダイ生同士でコミュニケーションが取れます。皆さんのことお待ちしてますので、興味のある方この動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。 過去の選択の連続で今があります。今の自分の環境に満足していない。何かを変えたいのであれば、今日から今までとは少し違った選択をしてみること。そうすれば未来は変わります。今日の動画が皆さんのいい選択につながれば嬉しいです。ということで、これからもしっかり学んで行動して、JNN 道合いに行きましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。人生は自由時代。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。